の冒険が今始まる。宝の島を絶対にある瀬戸内海賊物語。宇宙博2014。時間のご案内を申し上げます。東京空町1階から5階までのショッピングフロアおよびフードコート空町食べテラスは夜9時まで。空町ダイニングおよび空町ダイニングスカイツリービューのレストランフロアは夜11時まで営業いたします。どうぞごゆっくりショッピングやお食事をお楽しみくださいませ。参勤交代、それは江戸時代、莫大な負担をかけ江戸に出資させる諸藩を追い詰める苦行の制度だった。殿、今日より5日のうちに参勤交代せよと。金なし、人なし、時間なし、果たしてこの超難題にどう挑むのか。超高速参勤交代。
今日何を知るのかな、何を発見するのかな。君には毎日食べているもののことをちゃんと知ってほしいんだ。そんな思いを込めた日清製粉グループの製粉ミュージアムが館林に生まれました。小麦を楽しくしよう製粉ミュージアム、日清製粉グループ。戦国時代の瀬戸内、かつてこの地に実在した最強の海賊。これは武雄さんが息子を兼近に渡した笛なの。島を救うため海賊の子孫とその仲間たちの冒険が今始まる。宝の島は絶対にある。瀬戸内海賊物語。営業時間のご案内を申し上げます。東京空町1階から5階までのショッピングフロアおよびフードコート空町食べテラスは夜9時まで。空町ダイニングおよび空町ダイニングスカイツリービューのレストランフロアは夜11時まで営業いたします。どうぞごゆっくりショッピングやお食事をお楽しみくださいませ。空に捨てられた者たちの思い、ジオンを理想する者たちの宿願を受け止める器だ。ここから先は競争だ。箱の秘密は秘密のまま、連邦と取引する材料に使えばいい。君は今日何を知るのかな、何を発見するのかな。君には毎日食べているもののことをちゃんと知ってほしいんだ。そんな思いを込めた日清製粉グループの製粉ミュージアムが館林に生まれました。小麦を楽しくしよう製粉ミュージアム、日清製粉グループ。戦国時代の瀬戸内。